しかし暑いなんてもんじゃねえな。簡単に目玉焼きが作れちまいそうだ。ユーリさんは料理をするのですか？ああ、まあ、たしなむ程度にはな。これでもギルドで生計を立てながら自炊してたんだ。一通りの料理ならそれなりに作れるぜ。すごいです。ユーリさんは何でもできるのですね。何でもってことはねえけど、必要に迫られりゃ人間大概のことはできるようになるもんだ。スズは何が好物なんだ？無事この仕事が片付いたらお疲れ様かいってな感じで簡単なもんなら食わせてやるぜ。お気遣い感謝します。そのお話は任務達成後に追ってまたご相談させてください。では私はこの先の魔物の様子を探ってきますので。忍びは感情を表に出すべからずってやつか。いろいろ大変なんだな。しかしここの魔物は手強いのが多いな。さっきのやつなんて結構冷や汗もんだったぜ。そうでしたか。とてもそんな風には見えませんでした。そりゃどうも。これでもビビったり驚いたりはしてるんだけどな。ユーリさんは忍者に向いているかもしれません。忍者に転職するつもりはないのですか？面白い誘いだが遠慮しておくよ。誰かに仕えて任務をこなすなんて俺の性分じゃねえし。そうですか。では気が変わったらそうおっしゃってください。ユーリさんでしたらいつでも棟梁にお引き合わせします。そりゃ光栄だな。気持ちだけありがたく受け取っとくよ。身軽なもんだな。忍びならこれくらいの仕掛けは朝飯前ってわけか。当然です。これくらいで動揺したり足止めを食らっているようではとてもみんなを束ねる忍びにはなれません。へえ、スズは将来忍びの棟梁にでもなるのか？いえ、まだそうと決まったわけでは。いいじゃねえか。胸張ってはいそうですって言っとけよ。知ってるか、人間の脳ってのは発した言葉が一種の自己暗示になって、言葉通りの未来を実現しようと影に日向に働いているらしいぜ。本人の意思に関係なくな。それは言霊ですか？つまり口にした言葉が現実になるという。ああ、そういうもんかもな。言うだけならただなんだ。だったら夢だのなんだの前向きな言葉は積極的に口にしたっていいんじゃねえか。そういう考え方もあるんですね。言葉の力、勉強になります。ま、あくまで一つの例だよ。病は気からとも言うし、何事も気の持ちようってことかもな。